意外と、ね、昼間だったら多分気づかない部分とかあるけど、夜になったらなんか、うん、こんなんあったんやとか、そういう感じの。すごい短く感じる。昼間だったら人いるから。始まります。時刻はね1時を回りまして、通天閣の周辺に来てます。で普通ねここ結構ね人がめちゃめちゃいるエリアなんですけど、もう時間が、そうですね、この後ろが通天閣というわけで、でももう12時過ぎてるんで、2時、今完全にもうやべえな。でもやってるとこやってるみたいよね。信じてる。え、入ってる。すごい。自分で釣って、渡して捌くみたいな。意外とね昼間だったら多分気づかない部分とかあるけど、夜になったらなんか、うん、こんなんあったんやとか。すごっ、ほら見てこれ。あ、そういう感じの。いけるんや。もうこれほんま止まれるみたいな。シャビデオ、あ、ちょっとなんかアダルトビデオみたいな。前もっと大々的にどんどんやってたんだけどね、やっぱいろいろあるからこういう感じでごまかしてるのかな。ここは有名な。あんま映せんけど。うん。右手に行けば動物園。で、こっちで、今通天閣のからかなり離れたここで、ね、結構新世界に入るときに通る一直線にストリート、昼間と全然違う。しかも距離がすごい短く感じる。昼間だったら人いるからもう向こうの方まで行くのにだいぶ時間かかるんやけど、ね、
というわけで終わりです。よっしゃ、今日はねこんな感じで、通天閣、夜のね新世界来たんですけど、まあ、人は当たり前のようですがいないので、まあでも24時間の串カツ屋さんとかあるんで、またちょっと行ってみようかなと思います。それではまた失礼します。あ、そうだね、昨日ここだったな。前よりひどくなってね。もう一回燃えたんかもしれない。だから金曜日 の、 あの6時、夜の6時ぐらいなんか燃えたみたいな。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画